かな試練であろうとも、なに天下創生だと、国を守るべき帝ともあろう者が何たる推挙悪だ。長政様、それじゃあ、我ら浅井軍、兄者と共に悪を討つ。そうと決まれば一、急ぎ出陣の準備を。ああ、長政、一応言っておくけれど、浅井家は義時の味方よ。おお、姉、何？わざわざ義時の敵に回る理由なんてないもの。これから忙しくなるわね。何を勝手な。待て、待つのだ姉上。兄様、どういうつもりだ姉上、説明してもらおう。義時の元に着いたことならもう終わった話でしょ。しつこい男は嫌われるわよ、長政。そうではない。己神を天下人への褒美とするなど、不らちな輩でも呼び寄せたらどうするつもりだ。ほら、わらわを案ずるなんて随分と背伸びしたものね。心配ならあなた自身で天下人にでもなってみなさいな。この私が天下の主、それはそれで。わらわをどうしても手放したくないのなら、なんてね。真に受けちゃって可愛いわね。あ、姉上、幼子扱いするなとあれほど。長政様、長政様、お話があるの。いちか、ちょうどいい。私にも言うべきことがあったのだ。兄者との件、すまなかったと思っている。え？まさかこのような形で兄者と敵対しようとはな。姉上を説得しきれぬ私を悪とそしるがいい。いいの、それもすべて位置が悪いから。何？いつも迷わせて苦しませてばかりで、姉様みたいになれない位置でごめんなさい。それは違う。あ、待て、どこへ行く。マスロだ位置。よく聞け、イチ。この戦が始まった当初、私は貴様を密かに尾張へ返そうと思っていた。兄様のところへ。なあ、だがいざその段になってためらわれたというか、手放したくなくなったというか、そのだな。イチ、ずっと一緒にいてもいいの？この先何があってもずっとそばにいてくれるの？あ、当たり前のことをいちいち聞くな。何せ貴様は私の妻なのだからな。ありがとう、長政様。絶対に離れないでね。約束だよ。いっぱしの男も気取れるじゃない、長政。そです。うん、
何事だ。断りの戦たるもの、いついかなる時にも優美にだな。それどころではございません。このような書き置きを残し、マリア様が出奔を。ちょっと飽きたから物見にでも行ってくるわ。あなたはあなたでせいぜい頑張りなさい、長政。このような時に何を考えているのだ。イチ、少し待っていろ。すぐに連れ戻してくる。あ、待って、行かないで長政様。イチも、イチだって一人じゃいられないのに。行軍開始。見つけたぞ、アレウェ。そう、来てしまったのね。仕方のない男。見ていてくださいまし、ナオトラ様。マイル、次は私が相手してやる。逃げるなよ。情熱の赤、アザイン長政、無言速殺に敵はなし。へえ、随分とやってくれるじゃないか。その挑発、女児童が受けてた。男衆の意地見せてやったぜ。負けたぞ。みんなこらえろ。イーの盛況、今こそ見せてやれ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。断りさ、ここは絶対に通しませんよ。この言葉一度言ってみたかったんです。ヒデンは一の知り合いだったか。えい、今の姉上に味方するならばヒデンも悪だ。おいちちゃんは一人でお留守番ですか。よくわかりませんけど、それはいけないことだと思います。おいちちゃんのそばにいてあげてください。それがキラキラ姉様の望みでもあります。ほら、回りすぎる口は美しくないわね。誰かを助け、苦を除く、そういうものに私はなりたい。私は魔族などいない。ごめんなさい、キラキラ姉様。私、追い返せませんでした。やれやれ、融通の効かぬ男だな。あれではお前の真意を話さぬ限り止まらない。そうね、まったく困った弟だこと。私にはどうにも嬉しそうに見えるのよ。心を見せたらこうだ。わかったな、男衆。許して。
我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。とにかく奴を止める。それでいいの？悪いわね。後で何かお礼をするわ。これは契約ではない。故に不要だ。アザイ、お前は嫁より姉を優先するの？身内は全て同列だ。私の方針には口出し無用と言わせてもらおう。常に共にある、そういう契約を交わしたのだ。なぜそれを？よもや姉上が語ったのか。己姉上、ばかりは断じて許せぬ。この手で成敗してくれよ。私は惑ってなどいない。変わった身内だな、マリア。だがお前の決断もわかる気がする。封印完了。どうにも面倒な戦だな。絶対に逃がさんぞ、姉上。今回ばかりは一言言わねば収まらん。本当に仕方ないわね、長政さん。この者たちは一体、女性の凛花を刃とするなど悪にも程がある。その言葉、お前の姉に突きつけてやったらどうだ。男に求められるってやはり心地いいものか。私には縁が遠すぎてわからないな。そうね、いずれ知る日も来ると思うわ。勘だけれど、この先ナオトラ様の命により通すわけにはいきません。ヘイ、開口。邪念を打ちろ。ナオトラ様、このままでは本当に男衆が全滅を。私はマドックなどいない。よかろう、行って指南してやろうではないか。やばいぞ、またナオトラ様にどやされちまう。覚悟しろ。本気などというものはバカで身勝手な男どもの妄想だ。この間稽古でしごかれたんだ。それに比べりゃなんてことないぜ。後でまたしごかれるぞ。男がのさばり、
涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなるトラだ。マリアはお前たちに気を使って家を出たんだ。当のお前が追いかけてちゃ示しがつかないだろうが。違うわよ、長政も浅井の家もこぼれてゆくのを捨てるだけ。私への気兼ねだと？なぜそんな必要がある？ユイが独尊、それが姉上の正義ではないか。お前、それを本気で言っているのか？お前ほど女心を知らない奴は見たことがない。そこに直れ、私が少年を叩き直してやる。誰も彼もに非難されようとは、私が一体何をした？走る、思いだ、走るだ、ヘイ、開放、ガレイを撃ろう。私はバルスラもいない。なんだマリア、お前の弟それなりにやるじゃないか。ねえ長政、あなたが正義を言い出したのに元はわらわのせいだったのね。どうした姉上、なぜ今更そのようなことを口にする。間もなく最終決戦か。高鳴る、高鳴るぞ。女衆が残ってりゃ街は拾えるでしょう。貴様の顔とな、覚えたからな。悪、正義、悪、正義、よし、悪だな。あ、そういや俺たち負けてるみたいよ。実際俺らそこそこ鍛えられちゃってるから強いぜ。一番やかましいのはあんたじゃねえか。気持ちいい。このお湯は最高ね。わかるでしょ、長野さん。姉離れの時なのよ。あなたの話はまともに取り合うだけ無駄だ。無駄口は帰還してからにしてもらうぞ、あれ上。さあ、あれ上。潔く縄につくがいい。一と私がどうであろうと、帰るべき場所は浅井のみだ。いいえ、違うわ。少なくとも、もう浅井はわらわのものではない。何をそしられようとも、私は私の義をなすのみだ。長政、どうして一を一人にしたの？何かの拍子に壊れてもわらわは知らないわよ。それは姉上さえ身を隠さなければ。あなたは覚悟を決めなければならないの。一というものを守るため他の全てを捨てる覚悟。それが
たとえ姉上であってもか。そのような不義、私は守るべきものを得た私に敵などない。わらわは多く応募するけれど、それはわらわが特別なだけ。普通はそうはいかないのだから、一つを大事になさい。姉上にそのようなことを諭される日が来ようとはな。共にあると誓った。その約束は必ず果たす。それこそが私の正義だ。それでいいのよ。男になりなさい、長政。開き家臣の誇るがままに。あら、痛いのね。安心して、重ねるうちにすごく癖になるわ。ありがとう。そこにいるのか。世話になった。姉上。ああ、はいはい、いいからさっさとお行きなさいな。いつ数える間に削除する。